内科医、あ、間違えました。心療内科医竹雄の心身健康 TV ですけれども、今日は特別ゲストとしてバッチコイのお二人に来ていただいております。こんにちは。こんにちは。バッチコイ、バッチコイ、あ、バッチコイされない青木先生。バッチコイしないですか。ちょっと簡単に自己紹介していただいてもよろしいですか。はい、心理学オタクの井上です。今日も元気にバッチコーイよろしくお願いします。初めて生バッチコーイ見ましたね。はい、私は編集をしてます青木です。よろしくお願いします。じゃあ、いや、あの、これ私の実はクリニックに今日来ていただいてるんですけれども、なんか感想など、すごい手作り感が手作り感超ありますね。予想の8倍手作りでしたね。あ、8倍ありがとうございます。受け付けがすごい良かったです。あ、受け付け、はい、あと魚が焼ける、ま、間違いですか。あれうちのクリニックの売りなんで。あれはね、まさにリアルで見るとものすごく、あ、もう DIY 感がありました。いや、本当に全部 DIY なんで、これとかちょっと近くのニトリで買ってきたやつ、全部そうですけど、お値段以上な。お値段以上。ニトリ宣伝みたいな。ちょっと今回お邪魔できて本当に生の対決に会えて嬉しいです。いや、僕も生のバッチコイを今初めて見させていただいて。確かにそうです。生バッチコイ見たことある人そんないっぱいいないですから。あ、ですよね。貴重ですよね。誰いるかな、生バッチコイ。え、パンダ先生でしょ、宮川先生でしょ、そんぐらいかな。あ、3人目ですか。そうですね、3人目。バッチコイ言ってる姿を 見てないじゃないですか、宮川さんと。あー、そっか、宮川さんに松崎先生も会ってるけど、バッチコイはしないですね。駅の中では。そうですね、駅の中であのテンション爆上げでバッチコイはちょっとあの捕まっちゃうからと思います。パンダ先生に続いて2人目かもしれない。あ、そうそう、それは光栄な。ちょっと普段のテンションこれくらいなので、はい、の病気だとかそういうことないので、ご安心ください。よく間違われるんですよね、普段のテンションで。井上先生、なんか調子悪そうですけど大丈夫ですかって言われるんですけど、普段はこれくらいです。普段からあのテンションだとそっちの方がちょっとリチウムとか入った方がいいので、そんなことないです。でも授業はあのテンションでされてるんですよね。授業は若干近いテンションでされてますね。すごいなと思って、はい、ただ、ね、急に、ね、スイッチを入れるとちょっと若干びっくりされるので。そうなんです。今は多分2分後ぐらいにスイッチ入るんですかね。しかしスイッチはいつでも入れれますので。ヒーロー無茶振りが本当にびっくりですよね。なんか私も引くぐらいなんですけど、画面通すと普通に見えるんですよ。生だとなんかこう衝撃波がすごいみたいな。衝撃波、横にいるだけで圧がすごいですよ。いや、これはぜひとも P をお招きしたかったですよね。いや、そうですね。燃える対決してもらいたかったですけど、今日はちょっと P はお越しになれない。本当に私もあの特典に会いたいと思ってますので、今度の機会よろしくお願いします。はい、今度また会いましょう。なんか1分ぐらいでショート動画的な竹雄先生の紹介とかどうですか。あ、バッチコイが。また無茶振りが来てしまいましたね。1分ぐらいですね。はい、じゃ あ, あの、よろしいでしょうか。あ、ありがとうございます。はい、始まるか。はい、いただきます。皆さんこんにちは、心理学の岩田です。さあ、今日のバチコイシーンが、内科医、心療内科医、竹雄先生のご著書編来た。皆さん買って、はい、こちらに置いてあるこの本、かかりつけ医でもできる、心療内科的心理療術、こちらの著書、いいですね、この名前、心療内科の本、なかなかないですよ。それ書いたのが、なんと、そう、VTuber の心療内科医、竹雄先生だー。そしてこの本、非常にいいです。監修、竹雄先生です。はい、竹雄先生と書いてないんでわかんないです。大竹先生ですね。はい、こちらの本、なんと本日3月15日、15日ですね。18日、はい、15日ですね。発売おめでとうございます。さあ、こちらの本、皆さん、非常にいい内容なので、ぜひ、1冊、いや、2冊、いや、3冊買ってください。こちらの本、価格は、まあ、頑張って買ってくださいって感じです。はい、こちらの本で、なんと、竹雄先生の心療内科のような技術が読めるという、ね、これは皆さん、価値がないというわけで、今日は万全でございました。それでは皆さん、また次回、せーの、バチコーイ。はい、はい、素晴らしい。ありがとうございました。完成させていただきます、はい、ありがとうございました。いや、これでじゃあちょっと収録は終了で、はい、いや、すごいですね。